じゃあ全員集合。全員集合。集合。いやー4000集まりましたよ。4200円だな。マジでずっと働いてたわ。ずっと。こういうですけど、だってさ、あれ、うん、今もうみんな金が、あれ、え、ちょっと待って、なんで？あった。チャンネル。どうしたんだよ俺2360円でちょっと。お前くすねたら悪いことしただろなんか。悪いね。前回からずーっと旗調してた。なんだと。この金は俺が使えねえ。解禁してくれ。頼むぞ。商人のアップグレード。最初の商店。最初の商店。6000円。うわあ。行ってくれ。はい。行ったー。どうも。おお。うわあ来た。ありがとうございます。明日の朝検査されまーす。ありがとう。じゃあ今日もやっていきますか。お願いします。よいしょ。あれ釣りするんすか。釣り卒業。お前舐めてんのか。俺はいやいやいや、もう俺は生まれ変わったんだよ。俺の畑だよ。改心したんだ俺は。かっけー。ありがとうありがとう。はい、改心したよ俺は。いや私も改心して鶏のあそこの箱はこう開けないっていうね、うん、そういう改心の仕方しましたんで。改心というかそれは学びですよ。学びですね。ええ、鶏で足したの人生初だったじゃない多分。ありがとう。俺のモーニングルーティンってなんだ。あれオーラは同好靴よ。同好靴どうだっけ。あのツルハシを使う系の。俺あれだよ、確か石掘りってたんだ。あとあれはどう、あのさアメジストの部屋のルーティン。ああ、それあるじゃん。アメジスト金になるか。まあコスパはあんま良くなかったね。でも結構さ交換してくんないじゃん。死ぬほどあるんだよ。まあ石が一番熱いよね確か。誰も原木やったことないね。いやいや、やったよ俺。いや原木マジお金にならなすぎて。あれプラス50円だからあれ。やばすぎでしょ。罠だ罠。罠だよね。うん。なんか誰かの目野原にいるけどこれなんだ。え？頭に白い白いポチある。鎧を着ている。俺っぽいな。いや、タイタイのね、馬ね、あれでも、ポッチャついてない、ポッチャついてない。鉄の鎧着てる、鉄の鎧着てる。それ、キヨキヨジュニアじゃないですか。おキヨキヨジュニア何しとんねん、ほんとに。キヨキヨから離れてっとるわ。キヨキヨジュニアから脱走すんなって。キヨキヨさんのカリスマ性が足りなかった。お前、頼むよ。魅力がね、ちょっとこのモーニングルーティン中にいつもマジで夜来ちゃうから、うん、大丈夫かな、俺今呼び出しかかると俺とんでもない距離移動するわけない。そしたらもうリモートで。リモートで。はい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 。リモートでね。どうぞ。うわーこの卵を投げるルーティン、これ非人道的ですわ。サトウキビサトウキビサトウキビ。あ、サトウキビサトウキビ大事、サトウキビ大事。サトウキビでメンタルを回復していく。モーニングルーティンは大事。大事だから。はいしょーいしょ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 。モーニングルーティーンで無言になるのやめない。いやもう現実の農家とか見るんだよお前、はい、結構無言で作業してたぞ。ペチャクチャ喋ってる農家ないだろ。確かにな、用事がある時に呼び出されるんだよ。おいネット張るからちょっとこっち来てくれって言われて、俺無言であーいっつって言ってたもん。あーいってね。これリアルの話ね。私サトウキビ植えていきました。終了しました。石を掘っていく、石を掘っていく。じゃあ全部植え終わったぜ野菜。残願戦略が。さあ私手持ちの卵をどん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 フィールドに放り投げていく。5年ぶりに小麦の種交換してるわ。おい余った。おいなんか金持ちの発言だなそれ。それ金持ちで、最初俺らもう一生懸命雑草むしりから始まったから。マジでね大事。じゃちょっと今交換できるもの全部交換しよっかな。じゃがいも焼こう。確かに俺モーニングルーティーケーキになろうかな。あやべあやべやべやべ、村人さんに卵投げつけちゃった。嘘嘘嘘、ごめんごめんごめん、マジ嘘。高くなってないね。払いすり投げたな。あぶな。しかも生まれたしちゃんと。爆誕した。爆誕したよ。これ以上買い取ってくんねえのかよ。卵投げる完全にヤンキーやん。
ヤンキーヤンキー本当に怒りマーク出たから危ねえギリギリだったよ。てかさ前回のそうだ動画で焦点レベル3にしたんだよ、うん、なんか増えた。モーニングルーティンの前それやるべきやん。そもそもそうだよ。うわダイヤとかエメラルド、エメラルド1個400円あれ去年と比べてちょっと安くなってね。え1個400円ダイヤ2個で300円。こんなもん。ちょっと渋いもしかして。おかしいよ足元見てきてんじゃないちょっと。エメラルド1個さ、去年3000円くらいしたよね。あ、1000円3000円くらいしたよね。2000円じゃなかったっけ。全員意見が違う。4分の1くらいになってるよ、本当に。おー大体のモーニングルーティンがバランスブレイカーだったんだよ。そっかそっか。わった、俺によって山行ってくるわっつってモーニングルーティンで山ごもり。確かにな、去年そうだね、俺めっちゃ稼いでたもんな、うん、あ、やべえ、夜になるやべえやべえやべえ。オーラくんやばいやばい、ヨーラヨーラいるんだよ。なんかちょうど帰ってきた。わ、ほんといた。オッケーオッケーオッケー。じゃあもう交換したんで、じゃあ寝てからねちょっとまた働いていきましょうよ。ダイヤとかちょっとマジさ、つけに行くのありかもね、うん、ちょっとあの冒険したことないよね、その山岳とかさ。冒険したいね。うん、ダイヤでも取れなくね。あ、そうや、あれ鉄ツルないよね。あ、焦点のレベルアップ。え、この人もレベルアップしてるってことか。え、鉄ツルある。高すぎだったら鉄つらし1800円。高っよ。おい責任者でだから暴動起こそうぜ俺らで暴動ストライキしようぜ。ストライキストライキして、でも俺ら、うん、借金持ってる身だからダメだよ。あー、そうか、ストライキしたとて、ストライキしたとてダメ。とてか、あっ、そうって言われて終わりだよ。労働者ではないもんな、その。そうなんだよ俺、うん、ガチか。いや結構シビアな戦いだなこれ。うん、まあ、でもないダイヤとエメラルド買い取ってもらえるのはでかいか。まあ、ツルハシだから基本石ツルハシで掘るとかしてまあダイヤのところだけちょっとツルハシ使うみたいなちまちま作戦。おはようコロ、よーし、じゃあ今日もちょっとね稼いでいきますかね。換金できるのが徐々にこうなくなってくるな。なんか、ああ、なんか、うん、あ、なんだ、村役場までお集まりください。セルフでしなくていいの。セルフエコーだね。ちょっと行きますか、そしたらね。行きますか。頼む。キヨキヨさんのおなーりー。早く行け早く行け早く。こんにちはおっちゃん、こんにちは。こんにちはおっちゃん。おっちゃん、どうしたんじゃおっちゃん、おい。どうしたんすか。いや、おいはダメな、おいはダメな。お、前回の7721のいいねをいただきました。お礼を申し上げるとともに、こちらを渡します。ありがとう。え、だってさ、昨日のさ、結構夜だよね、公開したの。いや、ほんとよ。こんぐらいだな。24時間経ってないっすよ。24時間全然経ってない。ね。ちょっと、ほんとに視聴者さん、ありがとうございます。ガチすげえ。いや、ほんとに。ガチやマジでありがとう。助かるぜ。そしたら、今回7枚ということで、じゃあちょっと、あれ、あれ223だね。ちょ、休業さん、いきます。じゃあ、私、今回3行かせていただいていいですか、そしたら。どうぞどうぞどうぞ。行かせていただきます。もう、赤出します、赤。ちなみにね、これ何か説明させていただきますと、まあ本当はね、1回1000円ガチャかかるんですけれども、前回7700円いただきましたんで、7回引かせていただくんですが、白、青、赤あるんですよね。赤が、今まで1回しか出てたことないというね、ところ。でも強いよな、赤。タイタさん。はい。私、タイタいるところに引きます。お、新たな戦法。神棚タイタイ。オンライン言ってくれ、タイタイ言ってくれ、はい、タイタイ。なんか俺が回してるみたいなんだけど。いやいや、おい、あ、演技が悪いよ、演技が。あ、ちょ、おい、人のせいにすんじゃねえよ。オープンザホワイト。おー、ジェイクのコンボ。まあ、まあ、普通に嬉しいね。飯は本当にでかい。飯でかい、普通に嬉しい、うん、飯はでかいんだよ。いや、ただ私はこの2枚にかける、マジで。ちょっと俺いない方がいいわ、ちょっと。じゃあいないパターン、これ以上席に置いたくない。うん、いないパターン行こう。いってらっしゃい、飲食堂。さあ、来い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 。まあ、新しいのよ。来い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 。タイタイいないパワーを。なんで社食やねん。あー、タイタイがいないから出なかったわ。これはもうキヨキヨの実力ですよ、これが。俺の実力や、これはさすがに。やっぱりカリスマ性が足りてないね。え、お、なんか使えそうじゃない、これ。なんか見たことないな。使えそう。これさ、なんか銅の採掘場の前に置いたりしてさ、なんかそれ専用ツルハシとか今後生まれたら、あとウィザスケの頭とか飾ったりして。いや、それもったいなくね。なんか、まあ、水しめにね、まあ、人参とか飾っちゃうけどね、うん、俺ね、ま、じゃあやれよ、それは。それは、はい、じゃあこちらラスト
ラスト大原ちょっとここ行ってくんねんもう頼むわ大原の5カゴ欲しいよ大原5カゴ赤い唯一出してますからねあそう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 代わりにジャガイモ置いとくわそれではジャガイモパワーくださいさあ来い来いジャガイモパワーってジャガイモパワーくださいジャガイモがチン出してるよおおジャガイモやるなお前らジャガイモ以下じゃねえかよ確かに俺ジャガイモ以下いやお前ラってなんやねんラって青オンラインおおでっけおおマジでけこれ俺前回死んだからさこれはありがてえわこれちょっといただきますこれそしたらあーそうかキューさん殉職したもんなそうなんですよ鶏に押しつぶされて死んでしまいましたじゃあ行ってくだせえ大原先生行ってくるそしたら大丈夫大原さんタイタイのご用命はいかがですかあ、過去いらないいらないいらないいいってそんな遠慮すんなっていらない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 遠慮すんなって遠慮してるよね俺いつでもいるぜここにいらない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 普通にいらないめちゃくちゃいらないいらないめちゃくちゃいやいや分かったいらないいいよそこまでそこまで俺大体大体やめてよもういらないいらないそんなに私を拒絶しないで早くおーゴブリンいやいや静かに回すなっていや来た来た来たあ、ニワトリが生まれたすごいああはい、2回も以下の大原くんでーすお願いしますちょっと根に持ってるじゃねーかさっき危ない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 俺は別に打ち合っていいんだぞ、ギューギューいいんだいいんだいいんだ落ち着けよ、仲間だぞ俺たちおおこれでかいこれでかいねこれ500円じゃん、実質うん、これマジでこれはでかい、マジででかいおまどだベイクド要因です、これこれ、なんで当たり当たりいいな、焼き2倍になるじゃシンプルに当たりこのシンプルに当たりきたな白と思えないこれ、ね、これ白か本当に青ぐらいのクオリティあった青ぐらいのクオリティじゃあ2回目いきまーすお願いしますお願いしますおさあ頼むよこれさあなんかいいやつ食えいいんだけど赤こいね赤こいねおー赤だーえぐいどうもジャガイモ以下だけど赤出しちゃいましたすいませんねやべえ悪いね早く見してやべえマジでやべえオープンお願いしますはおお落下体勢やばい4マッチやべえおめでとうすげえなんでこれすげえなそんな世界線あるマジで最強やないかこの人ごめんね俺の前に出すなってなんでだ俺が取るんだよもうこの俺の赤最強セットだってさ、怖いよあ、全身赤あの、俺ら多分50回ぐらいガチャ引いてるじゃん、40とかそっか、まあまあまあそれから排出率だから20回に1回ぐらいだなそっか、まあまあ俺出すんで気にしないでおお、タイタイ出す確率の壁超えてくもうギャンブラーというかタイタイ来た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 来ますよまあ待っとけ、見とけああま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 あファイタージンクスちょっと強いなあ全然全然なんかいいな普通に一発目から青出すってすげえなそうなんですよいきますよはいおいおおうわ耐火耐火めっちゃいいじゃん耐火マジでしかもスプラッシュだからみんな使えるねあ確かにうわありがてえいや当たり当たりこれめっちゃ当たりめっちゃ当たりだねなんかちょっといいね青じゃない感じするよちょっともう一回俺いきますよやっぱね俺が中にいるといいんですよおそういうことなの入って雪入って雪まあ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 じゃがいもの大体でしょそれはお前ちょっと言葉には気をつけろよいやじゃがいもじゃがいもの大体じゃがいもついたね最悪なのおお金入ってるぞあれうちガチャつけ当たりじゃないこれ追いガチャできる追いガチャえだってこれ実質1000円だぜ1000円だ確かに1100円いや1100円だえなんかいただきますいやちょっといい当たりだ当たりだこんなことあんのガチャチケ入ってることあんのこういうガリガリ君の当たりみたいなこういうのあんの確かにねうんじゃあもう一回じゃあ行かせていきますよもう一回お願いしますもうこれいいすごいなこれね赤出るね残念ながらしゃー俺もおい近づくなゴブリンおい近づくなゴブリン邪魔だおいお前邪魔すんな邪魔すんなおいゴブリンシンプル邪魔するやんいや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 自主過剰やないきますよごめんごめんはいおおおめしめしこれでまあパン作るようになったからあパンそっかまあなんか手持ちに
俵12個持ってたのがなんかちょっと雑魚感持ってたんか雑魚感出ちゃうけど、まあ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 、ということで今回なんと、7回も引かせていただきまして、視聴者さん、高評価をしていただいてありがとうございます。ありがとうございます。っていうかあれよね、そのなんかこう高評価ガチャなくても高評価を押してくれたりコメント残してくれるの嬉しいよ ね、 すごいね。コメント嬉しいね、本当に、うん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。よし、今回も期待を背負って、そうだね、返済していきましょう。ちょっと見せ場欲しいね、俺たちなんかね。確かになー、かっこいいことしたくない。ちなみに今の ATM が99万9700円。いや、いいいい、そこら辺の共有いらないですもん逆に傷つくんで。いらない、そんなに金がないのか俺たちは。俺らマジで今300円しか返してないからね。ザ・貧民ですか、やばいね。おー、いいいいねいいねいいね、かまど、かまど増やしていたわ今日さ。そしたらさ、うん、鉄つるはしを目指して、まあ、一回鉄つらし買って、うん、そっからダイヤとかちょっと冒険しに行きたいの。 そ、ね、そしたら今日冒険行くか。鉄つるはしはちょっとあれだけど、うん、高いけど、うん、長期的な視点でダイヤをたくさん掘れるっていうね、まあ、ダメだろうね。そうだよね、1800円か、一回ちょっと1800円、高えな1800円。1800円やるか。今俺130円ぐらい持ってんのかな。ちょ、貯金確認しよう。いいっすね、130円しかねえわ。一番稼げる方法って今何なの、やっぱ石かな。いやー、どうだろうな。まあだから、その大原の鶴橋込みの、そういう意味ではそれ、こっちあんまり資材使わない寸っていうのはでかいけど、はいはいはい、なんだかんだでもいろいろ追加されたあのケーキとかも結構高値で売れると思うけどな。確かにな。あ、やべえ、また卵投げちゃった、また、はいはい、キューキューさん、あなたあれちょっと気をつけてください。あなた卵納品しとか、あ、でも卵入れるの禁止なんだよな。卵死ぬほどあるから。入れるなら投げるって。まあ、まあ、入れてもいいんじゃない。ちょっとずつちょっとずつ、はい。ちょっとこう夜になる前に交換しまおう。バケツどっかに、俺あれバケツどこやったっけ。俺持ってないな、なんかあったよなこの間な。多分どっかのチェストに入れぶち込んだな。うん、入ってるはず。大体クッキーどう、クッキー。もう俺カカオはもうね、ほら2本増えてますよ。あーっけ、よーし、じゃあちょっとまた復活しろね、復活しろね。まず、まあ、1800円貯めるっていう。ちょ、まず1800円を、そういう仕事が、はい、換金作業です、換金。今さ、エメラルド12個あんじゃん。そういえば全部パする、それ全部パして買いちゃうか。それ売ればそこそこなりそう。売っちまうぜ、ね、売っちまうぜ。おい待って、ちょっとずつ石が値上がりしてんだけど。効率良すぎて。16から20円ってことで24になったぞ。需要と供給バランス出た。これ大原のつらし壊れたらどうすんだよ。そうだよ、ほんとに。エメラルド行かせていただきます。お願いします。交換、あ、3つ交換できて1200円。え、せ、でかっ。1200円でかいよ。え、これも集まったんじゃね。いや、やっぱ600円ぐらいあるでしょ。マジで大事だわ、やっぱ金なるね。金なるな。今500円あるから、ちょっと換金してくる、両替してくる、両替。オッケーオッケー、これ取りな、これのやつ。あ、オッケーオッケーオッケー。いや、うん、マジちょっと、エメラルドやっぱでけえわ。エメラルド一攫千金感すごいな。ね、そう、俺もケーキでちょっと大富豪狙うわ。オッケー、ケーキ屋さん授業。あ、1800円貯まった、ナイス。1800円、1820円。ただまだ交換できるやつが、一回交換しちゃってから行くか。そしたら、おい、いやいや、落ち着けって。小麦が生えてきたぞ。落ち着けって。血のしのぎを邪魔するんじゃないよ。いやいや、しのぎって言うなよ。もう薬膳やん、もう。買ってしまいます。それでは、買わせていただきます。鉄のつるはし。俺のパンプキンパイが。たけーよ。たけーよ。俺のパンプキンパイ。さあ、鉄のつるはし行かせていただきましたが、これは高い。1800円。これは高い。あれ、ケーキ担当大臣はケーキ作ってる。ひたすらにケーキを作ってる。ケーキ職人所、ケーキの工場、こんにちは。ちょっとケーキ屋さんさ、はい、ちょっとその装備に免じて鉄のつるはしを運搬してくれ。怖すぎる。大丈夫、石のつるはしを強いの持ってるよ。え、落ち着け。そうか、俺だろ、俺だろそれは。確かに、俺の耐えて、俺何のあれもないじゃん最近。畑の男よ、ただの俺。行ってくれ、そしたら。大体任しとけ。鉄つる大丈夫か、大原から預かった上着を着ていけ。
ありがとう。まあまあ俺ちょっとよりいい、あ、まあでもどうなんだ、確かによりいいのあれだ、俺も頭つけてじゃあ石つる足、石つる足さ、なんか一人2本ぐらい持ってった方がいいんじゃない、なんか確かにな、作るか、なんかちょっと作っちゃう、作るってか作っちゃダメだわ、鎧返せ、鎧返せ、買おう、あ、鎧ごめん、あ、え、鎧つけていい、これ、あ、まあ別に、いや、靴いらん、俺んじゃよ。いや、誰だよ、靴置いたの。あ、靴止まってすんだよ、俺かもしれない、俺かもしれない。あ、じゃあ靴履いていいよ、これ、はい、これ。ありがとうございます。これ、おいいじゃん、俺ら最強舞台揃ったよ。これで最強舞台揃ったよ、これ。雑魚感すごいけど。レッドストーン掘りたいな。ねえ、赤石ストーン掘りてえな。お、人参が、人参も買ってくんね。石つるはし1個と。鉄斧とかないよね、あった。鉄斧売ってるけど、また1000円ぐらいするよ。1500円です。高えよ。一緒のでいいや。確かにね。余ってない、余ってない、トレさん、お金。大体貯金、たかるなよ。何の大原には、大原にはたかるないの、俺にたかるんだよ。大原貯金、大原貯金、ちょっとチラ見しよう、チラ見。うわぁ、大原貯金やべぇ。いくらあるいくらあるげないよ。え、1200円ある。おぉ、えぐいね。おい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 。なんだこの金、かなんだこの埋蔵金は。いやー、大体貯金も。結局さんがサボってる間に俺が集めたんだよ。サボってる間にとか言うなよ。そう、サボってるっていうことによってね、ちょっとね、かわいそうな感じになるから。かわいそうだ。じゃあ俺もちょっと交換しよう、石つる橋。石つる橋ちょうだい、あざっす。オッケー。よし、じゃあちょっと、そしたら行くか。この辺さ、どうしよう、エメラルド探しなのか、そのダイヤ探しかなんかでちょっと変わってくるよね、行く場所が、動きがね、うん、俺やっぱエメラルドのね、あのね、脳汁が出る、あの交換した時の、うん、あの脳汁の量忘れられないんだよね。でも山岳探さなきゃきついんじゃない、山岳を探すぞー、あーあれ、そういう感じじゃない、行きますか。そういう感じではないな。みんなベッド持った？ベッドは持ったね、1個。山岳よりもみたいなこと？山岳なんてねえぞ。確かに見たことねえな。探すっていうね。非常に悩ましい分岐点ですよ、これ。はい、よい、じゃあちょっとどっちに行くかなんですけど、うん、海の方がお腹減んないじゃないですか。そうだね。こっちバーって行っちゃうのどう？こっち直進で。あ、でもボートなくね。あ、ボートねえわ。ボートねえわ。だから馬が最強なんすよ、やっぱり。馬で行こう。あ、大体さん、町だよ、町。もう、大原の馬暴れてるから、もう待ってらんなくて。バイバイ。バイバイ。バイバイ。なんだ、呼んだか。ただもう、要は馬が暴れ始めてる、もう。早くしてくれ。いや、それはもう大原の、あの、手腕がちょっとあんま良くない。これもう、いや、うん、俺の馬も共鳴しだしてるから。もう、いや、ただ本当に。遠吠えみたいになってる。おー、来た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 。遠吠えって。行きますか。よし、タイタン。おー、殴んなって。え？殴んな。仲間でしょ。仲間でしょ。仲間。じゃあよし、タイタン調査兵隊行こう。よし。あ、俺が兵長なの。兵長。行ってくれ。死ぬやん絶対。そっち行く？山、え、だでもさ、左右海だぜこれ。海越えた方がなんかまだ希望ある気するんだけど。あ、まあまあ確かにな。こっち、まあ行っちゃったもんな、こっちな。あ、こっち行く、確かに。いいんじゃない、こっちありか。左サイド2000回行ったけど、もう平原とさ、サバンナしかねえよ。そうだね。よっしゃ、行くぞ。面白いかと思った、今。メサとか見つけようぜ、メサ。確かにメサでなんか売れるかもしれない。あ、まあ金いっぱい掘れるからありかも。テラコッタ石みたいなノリで売れないかな。兵長、海です、掘れるぞ。兵長、海です。一回降りましょう、馬降りよ、行くしかねえ。おい、なんで120円本当に持ってんじゃん。いや、いいだろ、120円くらい。おー、120円ってことで海を越えるぞ。遠泳だ、遠泳、ついていきます。あー、やっぱり時代は遠泳よ。いやー、まあ、これであの金ブロックとか掘れるなってるからね。確かにね、メサとか見つけたらもうゴリゴリの金男よ、俺ら。行こうと思えばだって海底死んでも行けるわけよ。まあね、行こうと思えば行けるね、一攫千金。なんかその帰りも泳がなきゃいけないこの絶望感やばいね。そういうこと言うな、冒険中だ。そうだそうだ、ロマンを求めてな。ロマンを、そうだってこのね、商人が一生かかりきっても取れないようなこの水を越えた先にあるかもしれない。どういう表現だ、水の表現が独特すぎんだよ。
くそー果てしねー一生ちょっと待って、果てしねーな一生見えねえぞ。なぜだ、超海なぜだ、あ、陸地が砂漠、待って砂漠だこれ、いや、あ、砂漠、いや砂浜じゃない、ただのビーチか、あ、でもなんか砂漠っぽいぞ、ちょっと砂漠っぽいね、あ、砂漠だな、これまあでもこっちはもうサボテンある、サボテンあるんで砂漠、明らかに新天地だよね、明らかにね、来た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 、いいよいいよ、あれ泳いでったらお腹すかないのかな、全然お腹すかないんだけど、あ、すかないすかないすかない、ダメージが出るから、あ、すかないんだ、泳ぐって、足はお腹すくけど、腕パンパンよ今、うん、乳酸パンパンお腹、違う、お腹減るの水泳の方が減るけどなね、いいね、そういう現実人間の話は、マジレスタロールよし、着きました、新天地到着、よし、ここはもう俺ら足一本振り見えたことないからそうだ ね、ああちょっとこれ やばいよ、やばいかもしれない、やばい生物いるかもよ、そんな新天地ではねえだろ、ないさあ頼め、三角広がってくれ、いやなんか変わり映えのない変わり映えないな、うん、まあ砂が広がってるね、平原だな、いや平原越えた先に良くない、三角あるある、遠くに見える、あるよね、遠くに、うわあれやんみたいな、あるある、めっちゃ平原まだ諦めるの早い、ただね読み込みがね割とね、そんな全部できてないからまだ、そうだね、いや海見えてきて、海、湖かあれ、いや海だね、海っぽいね、海いいじゃん、海いいじゃん、海いいじゃん、また行く、また行こう、また行こう、おら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 、どけ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 、おい待って、俺兵長だろ、どけ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 、わいいね、なんかねこれね、どけどけどけ、三人称の視点するとちょっと面白いね、うん、みんな漕いでるわいや大変だな、いやこれ超大変だねやだ俺これ帰るの、俺全然、確かに帰るの超大変だな、暖房で誰かシャベルとか持ってきてねえよな、シャベル1個あるよ、あ、結局あるか、うん、ナイス、じゃあ船とか見つけても美味しそうだなと、あーあー、なるほどね、ボッセンね、ボッセンでもめっちゃさっき見てたけどね、なかったよね、うん、なかった、あ、ジャングルだ、ジャングル、あ、本当だ、ジャングルだ、わー、ちゃんとジャングルだな、ジャングル砂漠みたいな感じだね、手前がなんかなんかすごく温暖な気候だね、このワールド、匂わせきたよ、匂わせ、タイタイさんの、いやいややめてくれよ、そういうの、匂ってる匂ってるあれでもなんか山っぽいね、でもね、まあそのこんもりしてる、ただの土、ただの土っすね、ちょっと もう一海越えて、もうなかったらもうちょっと撤退の判断をしよう、うん、団長、もうコロンブス、コロンブスよ、もうこれめちゃくちゃ行ってるぞ、海、俺らもう令和のね、令和のコロンブスって言われてるから、うん、あーでも海あるわ、わーし、その海さえ越えて、越えればあるんですよね、団長なんかそれ、待った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 、どうした、小原先生、ジャングルの中に寺院が見えてる、寺院あるの、本当だ、ちょっと寺院行こうぜ、寺院、ちょっと攻略するか、攻略しようぜ、はい、団長帰還、団長はもう死んだ、団長は俺だ、団長、いやいやいや、すげえドロドロしてるやん、この兵団だからレッドストンクいっぱい取れるよ、うわ、そうだね、確かに、結局何も知らない感じで突撃してくれ、罠罠あるから、キョキョ、え、罠あるっけ、罠あるよ、吹き矢の罠が、罠、これ下入って左行ってグーって走ってっていいよ、走って、いやいやいや、これ危ない、俺慎重派だから、うわぁ、死なない、死なないから、死なないから、あ、死なない、俺死なない、うん、うわ、痛い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 、連射連射連射してくれそうやつ、てめえ走る、俺は、うわ、痛い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 、危なこれ、罠全部踏んでった、全部踏んで全部食らってったの、なんだこれこんな隠してつもりか、このジャングルのツタで、あーどうだ、あーしょっぱ、まあでもまあまあまあ、こっからもう一くだりあるね、まあ、多分ね、ただレッドストーンこれ取れるから、これ、あー確かにそれでかいな、でチェストも持って帰れるからね、いて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 、チェストでかい、ちょっとあ、ここありったけども、持って帰ろう、してみる、おい謎解きしてんだから、大原横から行くなよあーおい、おごわんた死ぬよこれ、足クリアしました、クリアしたぞ、どこがいた、どこがいた、うん、あ、こう、こう、うん、そうそうそうだから、だから、そういうの行くなって、謎解きが、あ、ピストン、ピストンある、ピストン、ピストンでかいでかいでかい、しかも粘着、お、竹だ、竹だ、これ、あ、ポジティブに行こうぜポジティブに行こう、お、沈没を、
チンボッセン、いやボッセンさ宝地図ないんだよね。戦闘がない、もしかして。左、エメラルド4つある。うわーお、でけー宝の山じゃねえかそれ。ザックザクやで。いいよ、もうこれだけでまずまずオッケー、まずオッケー、もう来てみやった。メンタル的に来たよ。メンタル的にオッケー、オッケー、掘ったと思えばいいわ、もうそれを。そうだね、そうだね、確かにな、確かに確かに、これ目がありあり。いやナイスだわこれ、これもうナイスだよ、もうナイス、これ本当にナイス。この部屋だと思う、この部屋らへんにある。あれこの部屋、この石のとこなかったの、怪しい。この辺になかったら、なかったね。外剥き出しタイプ、あーあ、違うよ、階段だ。ない、ナッシングではあるな、情けではあるね、なんか。あれ、あーでもここがなかったらそこない、ないか、ないね。まあでも M4 つゲットできたからね、これかポジティブではある。うん、かなりでかい。よーし団長、まもなく夜だ、夜が来た。いやでもテント張れ、次の日いい朝にしよう。おーその子もね、よし、もうこれでなかったらもうちょっとこれ、まあ諦めよう。うん、いや諦めはしません、戦略的撤退です。あ、フェザーさん右側に、あれフェザーさん砦がありますよ、砦あるかもしれないですよ。砦はでも君たち釣り竿が入ってるんですよ。あるだろう、無限の釣り竿が。いやいやいや、あー釣り竿がいる、お前たち気をつけろ。危険だ、トライデント持ち帰るぞ。敵襲、危険です。飛行士はもう構うな、走れ。吸血逃げてる、逃げてる、待って待って、嘘、逃げる、嘘、逃げます。死ぬ、おらおら、戦うんちゃうんかい。ダッシュして、逃げましょう、して戦おう。いや危険、戦うか、危険、あの行くか、危険、どこだ。いや俺はね、俺はもう何回も死んでるかも言えないのよ、もう。しゃあ行くぞ、おーだー、おいで、行ってくれ。やったナイス、落ちた、落ちてないかな、落ちないかな。陸地来ちまったな、白樺の森。山なさすぎるだろ、こんな山ないんだね。マルトタイプだこの沈没船、あるよ。おー、宝の地図あんじゃん。おー、ナイス、近いかな、ちょっと見てみよう。あーまあ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 、わからんって感じですね、まだ遠くって感じですね。さあこっちはどうですか。コケブロック、火薬、紙、じゃがいも、終わり。まあまあ、まあ、これ 4M 入ってるこれ。4M 入ってた、もう最高っすよ、取っちゃってくださいよ、キュキュさん。もうこれ、あ、ごめん、あ、取っていいよ、取っていいよ。あー全然全然、いやもうこれだけでもうさ、冒険の成果めっちゃいいな。え、しかも結局、え、宝の地図あるよね。ズーチ行くか、宝の地図。こっちの方向進め、進め、いやチャギアスは古いのよ。この下、この真下、この真下、おわー、この真下、すごい、ジーンやん、もうこの真下っす、キュキュさん。ミスターシャベル、ミスターシャベル行ってこい、しゃあ見てこいよな。いや、ここここね、うん、やろ、おお、さすが大体。あった？オッケー。うわうわうわ、やべ、だって200円入ってるよ。それよりエメラルドの数が異常っす。やべ、だって何個？確かに。7の10の12。やば。やべ、これ今回さ、もう冒険会、大冒険会で荒稼ぎだね。いらないね、山なんて。山とかもうどうでもいい。どうでもいいね、もう。山どうでも。よし、じゃあちょっとね、そう、ちょっといらないの入れて、でちょっとこれ、ちょっと危ないんで、ちょっと防御カチカチ、大原めんくん、お願いしていいですか。じゃあ俺の入れ方が世界一汚いですよ。何が大事かみたいな話なんで、あ、これ右側、焼きだらもらってこう、焼きだらとか焼き酒、うん、大事あげるわ。あ、じゃあゴミ箱、やっぱはい、どうぞ。ゴミ箱あるの、歩くゴミ箱って言われてるか、俺。不明よ、極まりないやん、それ俺もう、うん、歩くゴミ箱、うん、歩くゴミ箱だから。トライデントいる？なんかそのまっすぐ行ったとこ、俺カメラマンやっとくわ。じゃあほんとだ。キヨキヨさん、そんな安泰芸人だったっけ。いや俺だって怖いもん。キヨキヨさんニワトリにしばかれてからもう全てのモブが怖くてしょうがないんで。そうだよ、もう俺モブ怖いから。大原二人で行くぞ。オッケー。モブ怖いんだよ俺。お次
俺が竹取りしてます。俺がここ。わかんないよ。あのカメとかも何してくるかわかんないからね。俺が竹取ってます。一発投げたら俺もらうから。待って待って、俺のこと狙ってねえかこの人。オッケー。そしたら俺が。もらったもらったもらった。叩く。わあわあわあ、危ないこの人たち。危ない、俺だまだ。オッケーやった。おお、ナイス。ただドロップはしないね。怖いわ。勇敢な戦士たちよ。やがさ、海にすら使ってなかった。陸地におった今。陸地でベッドを落としてたわ。今視界にチラッと映ってこんな感じでこっち見てた。アンチすぎるだろ。いやもうちょい行かねえ行かねえ。俺はそんなひよってるキヨキヨさん見たくねえよ。俺もだぜ。勇敢なキヨキヨが見てえよ。任せろ。オッケーキDBどうします団長。もういいです。帰りましょう。もう十分。だってさ、十分成果を上げたよ、そうだよね、俺たちは。そうだって俺らは山岳に行くっていうのは一つのツールで、うん、その先の最終ゴールはたくさんエメラルドを稼ぐだから間違いないよ。そう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 、いつしか山岳に行くことが目標になっちゃってたらやっぱりそれは最終ゴール準拠じゃないと思うんですよね。そうだからちょっとそういうのは皆さん良くないと思います。よろしくお願いします。はい。誰もいない。誰もいません。ストックいやボッセーあ、ボッタンボしてるねダイヤモンド、しかも、地図がありますズーチー来ました。やべえ、マジ冒険も荒稼ぎじゃん、今日死ぬ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 来た来た。ああ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 何よりも死を恐れてる。うん、いややっぱ死んじゃうとね。ちょっと一等公開しちゃんとしてくださいよ。ちょっとズーチー次え大原主導で行く。じゃあ次行こう行こう。てか村もある目の前に。えキャスト取ってきた。キューブさん主導で行こう。任せろ。キューブさん主導で行くか。でっかい陸地集合だ。ちょっと無理だ。待って俺らもうさ最高じゃね今回収益が。なんかね収益って言うな。収益収益って言うなよ。収益やばいよ今日。成果って言う成果って。成果。せめぎ合いが始まっております。攻め気合いが始まった。攻め気合い始まってる。さあここは朝どうなるか。よ。あ、なんか知ってますよ。もうびっくりしちゃうよ。まだね。一撃チャレンジ。一撃でいきます。あれいいですか。悪い一撃でいかす。この辺のどうぞ。一撃でいくよ。どうだっけな。一撃必殺キヨキヨー。さあキヨキヨセンサーがピピピピピピ。ちょっと待ってよ。まずはまずはピあれちょっとピピ頼む。ピピ頼む。ピピ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 ピビビ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 ここじゃないの？ここアルトルだ。これこれこれ。え、ここじゃない？ここじゃなくて。さあ、どっちが正しいか。え、ここじゃなくて。じゃあ同時に行ってみよう。俺わかんない。地図見てないからな、俺一回も。なんで？答えて答え言うなよ、タイタイさん。取って話してだって。タイタイさん。何のここだったの？じゃあさっき。何言う ロジックが分からないんだよ。ちょっとね。お、むずいぞ。あ、ここだ、ここだ、ここだ。いけます。いってらっしゃい。いけます。あ、どうだ。あ、さすがタイタイさん。うわ、やばい。金しか入ってる。ちょっと一回、一回、一回、ここ。金しか入ってる。金の。そんな埋蔵金ある。埋蔵金来た。金しか入ってね、ほんとに。埋蔵金がすげえ入ってた。100円、200円、300円、600円ぐらい入ってて、鉄と金と、鮭と、上着と、あとはあれ、おい帰宅してこう、そしたらこんなにシンプルにお金を手に入れたの初めてかもしれない。あれこれさ、大丈夫？これ交番に届けなくて大丈夫これ？いやいい、そういうのいいよ。いいの？もう綺麗事は抜きにしよう。交番届けないとこれ。いやもう、それで言うと俺たちめちゃくちゃ墓荒らしとかしてんの。あと400マスくらいだからあと海1個だな。いや、あれ煙が見えねえ。煙？え、もう着く？意外に早い。あ、煙見える、煙見える、煙見える。あんなとこあった。俺らのあれでしょ。あれ、あ、作るやつ、クラフトのとこ。え、焚き火の置いてあるとこじゃ。え、こんな近く、近くはないけど、あの、君たち、あ、待って、うまなんかすごい左に逸れてったけど。おー、タイタイさん。いやいやいや、落ち着け一回。あ、俺はまだ海上がってなかったからセーフ、まだヒーリー。いやいや、セーフとか言うな。あ、全然全部いいわ。あ、ご存命？3匹全員います。よかった。なんだっけ、
キヨキヨジュニア大きい期待大か。なんかおかしいよね、やっぱり。やっぱおかしいんだよね、3人目。キヨキヨジュニアも多分今日決まったけどね。あー、そっかそっか。そう、今日決まったの。今日命名大体にされて。もう全部俺絡みじゃねえかよ。大きい木、キヨキヨジュニア、タイタイ。で、タイタイがおかしいのよ。で、タイタイは大原が乗ってるから、もうすごいややこしいよ、これ。ややこしいよ、ほんとに。タイタイがタイタイ乗りゃいいんじゃん。めんどくさいの。だからもうグラフが必要です、これ。いらない、いらない。グラフがないと、これもう分かりにくいから。きたーしゃー、ただいまー。ちょっとこのさ、お馬さんやっぱ市役所の中入れとこうよ、やっぱり。ねえ、やっぱり、こう馬小屋だから別名。ひでぇ。うわ、それもあれですよ、借金倍増しですよ、倍増し。な、今の下り全部俺、全席の俺。やっぱ兵長なんだ。え、ハイヒドタイタイかな。まあタイタイかなが一番クッション。あー、なんか来た、呼び出しだ。ほら、馬小屋とか行ったからタイタイが。いや、あ、これ詰められんの俺。そういう呼び出し。見て、お馬さん職員室にみたいな。全員で出ようとしてるから、お馬さん。お馬さん一人ずつ行くから。動物だ、動物だ、動物だ、本当にそう取る。本当に詰められた。もうこれあれだよ、すいませんでした。ごめんなさい、ね、そう、本当に申し訳ない。よくないよ、これね。全面的に俺たちが悪かった。俺たちが悪かったね。すいませんっていうやつね、これ、ね。いや、ちょっと今日の成果、ちょっとこの樽に入れる、そしたら。あ、そのピンポンパンポンだったの、マジで。いや、ガチでそうよ、もう。まあ、そっかそっか。だってさ、自分の家でさ、知らない馬3体いたらさ、警察通報するでしょ、普通に。そうか、急にやから3人入ってきて、馬小屋とか、それ呼び出したから。びっくりだよね。そうかそうか。じゃあ、今日の成果、ここに入れようぜ。まあ、成果になりそうなもんだけちょっと入れてくと。いや、いいよ。でも俺らツルハシ、待って、ツルハシ使ったのかって、そういう疑問点が。いや、ツルハシは使ってないです。ほら、いや、使いました、ほら。え、耐久が減ってます。何に使ったんだ、これは。これは相当、あれ、ダイヤ、待って。いや、エメラルド1個。あと、まあ、ベッドとかもいただきまして。いやいや、ちょっと待ってくれ、待ってくれ。エメラルド1個。大原くん、大原くん。あー、そうだ、めっちゃ手持ち入ってた。おー、すごい。めっちゃある。21個。金もある。だってさ、21個って、うん、8400円ですよ。やばっ。え、ちょっともう課金してさ、新たな、なんか収益が解放できんじゃない、なんか。確かにこれ売りながら、まあ次回なんか行けたりするかも。確かにそうだね。結構今回儲かったからさ、やっぱちょっとえぐいね。借金減らしてくか、そしたら。編成すっか。これさっきのやつ全部持ってきちゃったけど、売っていい。もう売れるだけ売ろうじゃ。全売り。全売り。あ、ダイヤ、あともう一個いる。ダイヤもう一個いる。いやー、え、ある？いや、あ、ダイヤもね。うわー、ダイヤこれ見ようか。やっぱ鉱脈見つける前提なんじゃない？ダイヤのさ。そっかそっかそっか。4つセット。なるほどね。うん、8つとかだもんな。そうだよね。うん、1個だけ持ってる人って。おお、金持ち、金持ちおるぞ。やべやべ、急にめちゃくちゃ俺金持ってるわ。やべ、奥の動き。奥の動きしたな。これ限界でした。うわー、あー、そんな残っちゃう。まだ結構残る。だって MA18 個も残ってるから、これじわりじわりさ換金していく感じがいい ね。いや、俺らこれから施設のアップグレードとか結構ね、ツアー使ったりするから。1000円返せ、1000円。そうだね、あの、キリいい感じで、じゃあ、キョキョさんお願いします。せいもできんからね。うん、でかいでかいでかい。うん、300円しか確か返してないでしょ、俺ら。全然返してないよ。300円しか返してないんで、じゃあ、1700円いこうかな、そしたら。そうだね、1700円いっちゃえば、いい感じだね。700円でいいんじゃない？いやいやいや。確かに、いや。まあ、いや、でも今日ちょっと換金したいメンタルやよ、じゃないのか。そんなことない。うはうはだったからね。うん、大丈夫かい、まだ相手の施設いっぱいあるよ。まあ、その1000円で泣くことになる可能性もあるからな、今後。1000円はでかいよ。ただね、ちょっと700円はしょぼいね。1700円いこう。1回700円ぶち込んでみて、様子、1回。その様子見いる？その様子見。金額感確認しよう、金額感。金額感ね。押しますよ。はい。せーの、ポチ。ああ。その、もう1000円いこうぜ、これ。9900。え？違うわ。999,000円。まあ、ちょっと行かしてください。もう今日儲かったんで、今日。そうだね。ね。だけどお金ないね。お金がない。なんでだ？なんでなんかないな。1000円分ない。あ、1000円ありました。1000円ありました。あ、よかったよかった。今回もう儲かったんで、これはね、もう。儲かったっていうか、まあまあ、全部、すべてにおいてマイナスですけどね、俺たち。
全てはもうマイナスから始まってる。マイナス100万から始まってますから。確かに。いけ、ドカーン、すごい、ビーン、99万8000円。おお、気持ちいいな。いや、僕たちも2000円も換金したんですよ。返金、返済か、遠いね、うん、頑張りましょう。本当になんかまだやれることを地道にいこう。そうだね、まだあるよ、ね、やることは。はい、ちょっとさ、やることしかない。そしたらこれ見たいね、これなんかさ、釣り行こうぜ、そろそろ。あ、出た、ほら、魚屋の商店。出たよ、タイタイ屋さん、魚屋の商店、釣りしたいタイ。